iPod シャッフルはかつて Apple の iPod シリーズの一つとして販売されていたデジタルオーディオプレイヤーである。すべて偶然に任せよう。Life is Random というキャッチフレーズと共に2005年1月11日の MacWorld Conference&Expo で発表された。ストレージとしてハードディスクドライブではなくフラッシュメモリが採用された最初の iPod である。 転送された曲をシャッフルして聴くというコンセプトを全面に押し出している。また、通常の音楽プレイヤーのようにプレイリスト順に再生することも可能。情報表示用の画面がないため、プレイヤー上で曲を細かく選んで聴くというような使い方には向かない反面、本体が小型で駆動部のないフラッシュメモリを採用しているため、 ジョギングなどの運動をする際に利用するのに向いている。iPod Shuffle の裏側2005年1月11日に開催された MacWorld ンフランシスコ2 0 0 5にて発表され、同日から販売が開始された。iPod Mini 発売時に起こった品不足がまたしても起こり、発売後しばらくは少数入荷しては即完売が繰り返された。日本では、 一般店舗へ安定して、品難物を供給できるまでに発売から約3ヶ月ほどかかった。その影響で一時的に他社の製品の販売を押し上げる現象が起きた。5 1 2イトモデルと1イトモデルが用意された。その戦略的な価格設定から、今までデジタルオーディオプレイヤーに手を出していなかった、もしくは出せなかった層もターゲットとしている。 他の iPod Family と違い、ビファットをファイルシステムとして採用し、HFS 形式でフォーマットしたものは、単なる USB メモリとしての利用はできるが、音楽プレイヤーとしては利用できない。本体色はホワイトのみ。他の iPod と違い液晶画面を持たず、クリックホイールに似た外観のコントロールパッドで操作する。iTunes から音楽を転送する場合、 iTunes が本体容量の範囲内で曲をランダムに選択するオートフィル機能で作成されたプレイリストあるいはユーザーが任意に作成したプレイリストにのっとった曲を転送する。そして本体裏面のスライドスイッチでプレイリスト通りの順番かシャッフル再生させるかのどちらか一方を選択して音楽を再生する。ただしギャップレス再生には対応していない。 重さは 22g と非常に軽く、大きさは100円ライターとほぼ同じ程度。PC とは、ァイアーワイヤーではなく、USB2.0 で接続する。本体下部に USB コネクタが設けられており、ドックなどを介さずに、直接 PC の USB ポートへ接続できる。転送速度は、USB1.1 よりも、若干速い程度である。本体の容量は、 コネクタの金属部分に印字された文字で判別することができる。リチウム4二次電池を内蔵しており、電池の消耗度は裏側のバッテリーチェッカーボタンを押して LED の色で確認でき、消耗具合により緑黄赤と色が変わっていく。USB 端子に接続すれば充電が始まり、約4時間で完全充電される。連続再生時間は約12時間。別売で。 単4乾電池日本仕様、最長で約20時間分延長される専用バッテリーパックが用意されている。乾電池使用時のバッテリーチェッカーボタン表示は緑の点滅となる。USB コネクタが見えるようにキャップを取り外した第1世代 iPod Shuffle iPod Shuffle は USB メモリとしての機能も合わせ持ち、ディスクとして使用するオプションの設定によって、 USB メモリ機能を使用するかどうかを切り替えられる。オンにした場合は iTunes の設定画面でスライダーを使って音楽再生用メモリ領域とデータ格納用領域のそれぞれの容量比率を自由に変えられる。また、音楽ファイルを必ずしも iTunes が管理する iPod コントロールディレクトリに入れる必要はなく、 USB ストレージ上の任意の場所に音楽ファイルを置いて再生用データベースを作成するソフトウェアも存在する。日本では前年の iPod mini 同様に2005年度グッドデザイン賞ベスト15に選出され金賞を受賞した。2005年6月28日 1GB モデルが14,980円に値下げされた後2006年2月7日に iPod な ナンバーワンギガバイトモデルが発売されたことに、伴って1ギガバイトモデルは、再値下げされて11900円に、512メガバイトモデルは7900円に、値下げされた。iPod シャッフル l 2 0 0 6年9月12日、アップルは、大幅な小型軽量化を実現した新 iPod シャッフルを発表した。本体サイズは、 1> 第1世代の半分ほどの 41.227.30.5mm。重量は 15g。筐体は酸化皮膜処理されたアルミニウム。本体にクリップが一体化されたデザインで簡単に服等に取り付けられる。連続再生時間は12時間。当初10月中の発売とアナウンスされていたが、販売開始は2006年11月3日からとなった。 オンラインアップルストアで予約注文していた一部のユーザーには11月1日に商品が配送された。容量は当初は 1GB の1モデルのみ、本体カラーはシルバー。価格は9800円。再生、選曲などを行うコントロールパッドは第1世代と同様だが、第1世代では1つのスイッチで、電源オフ、プレイリスト順再生。 シャッフル再生を切り替えていたものが、第2世代では、電源オフ、電源、ON と、プレイリスト順再生、シャッフル再生という2つのスイッチになった。全モデルで本体にあった USB コネクタがなくなった、ため、イヤホン端子を USB コネクタに変換する専用のドックを介して、USB 端子に接続し、充電や曲の追加を行う。このドックは、 1> 第1世代にあった iPod Shuffle Dock とは別物でイヤホン端子に差し込むプラグは USB と同じ曲数の4曲となっている。また第1世代とは形状が全く異なるため第1世代用アクセサリーはそのほとんどが使用できない。2007年1月30日には追加カラーとしてピンク、グリーン、ブルー、オレンジが発表され、 翌日1月31日に販売された。2007年9月5日にカラーバリエーションが、シルバー、グリーン、ブルー、パープル、レッドに置き換えられた。2008年2月19日に値下げが行われ、5800円になった。また、2イトモデルも発表。価格は7800円。2008年9月9日にカラーバリエーションが、シルバー、グリーン、 ブルー、ピンク、レッドに置き換えられた。第3世代のパッケージ第3世代 iPod Shuffle と専用 USB ケーブル2009年3月11日、Apple は第2世代 iPod Shuffle より小型軽量化した第3世代 iPod Shuffle を発表した。本体サイズは 17.545.27.8mm で重量は 10.7g。 第2世代と同様に本体とクリップが一体化したデザインで衣服等に取り付けることができる。連続再生時間は10時間。容量は 4GB、日本円で8800円。本体カラーはシルバーとブラックの2色。本体にはコントロールパッドがなく、電源オンオフ、モード切り替え兼用のスイッチがあるのみである。 付属のイヤホンや対応するイヤホンのリモコンで操作を行う。曲名やプレイリストを人工音声で読み上げるボイスオーバー機能を搭載した。また、これまでの iPod シャッフルではできなかったプレイリストの切り替えに対応しオートフィルは廃止された。イヤホン端子と USB コネクタを兼用する構造は前、モデルと同じだが、 ドックではなく専用 USB ケーブルを介してパソコンの USB 端子に接続して曲の入れ替えや充電を行う。ケーブルの長さは 45mm と短い。この専用 USB ケーブルは第二世代とは互換性がない。2009年9月10日には第三世代の新色が発表。ピンクブルーグリーンの3色と。 アップルストア限定のステンレス仕様モデルが追加された。新たに2イトモデルもラインナップに加わり、2イトが5800円、4イトが7800円となった。iPod ドシャッフルシルバー2010年9月2日、第6世代 iPod ドな e の第4世代 iPod ドタッチと同時に発表された。2イトモデルのみの販売で、価格は4800円。 第2世代まで好評だったボタン操作第3世代で好評だったボイスオーバープレイリスト対応をミックスすることがコンセプトとされた1枚のアルミニウムから削り出して製造された筐体になり本体のボタンが復活しているこれにより前世代と比べ若干サイズが大きくなったものの市販のヘッドホンイヤホンを使用することが再び可能になったまた 別売イヤホンを使用して、リモコン操作もできる。再生時間も15時間となり、歴代の iPod Shuffle シ,シリーズで最長。プレイリストの切り替えや、ボイスオーバーは、第3世代から引き続き対応しているほか、新たに、iPod Shuffle としては初めて、ジーニアスにも対応。カラーバリエーションは、光沢のある、シルバーブルーグリーンオレンジピンクの5色。 2011年10月5日に価格が4200円に引き下げられた。機能やカラーバリエーションに変更はない。2012年9月13日にカラーを一新。スレートとパープルを追加し、オレンジをイエローに変更。スレート、シルバー、パープル、ピンク、イエロー、グリーン、ブルーの7色と、アップルストア限定のレッドとなった。また、 表面は従来モデルと比較してマットな質感になっており、裏面のアップルロゴの色も変更になっている。その他スペックは変更なし。2013年5月31日に日本市場での値段が4800円に改定された。値上げ理由は NHK などの取材で円安ドル高による改定としている。アメリカ市場では値段は据え置かれている。 さらに2015年3月10日には、為替市場の状況に応じた価格調整のため、5800円へと価格改定が行われた。2015年7月16日、カラーバリエーションが、スペースグレー、ゴールド、シルバー、ピンク、ブルー、レッドの6色に刷新された。2017年7月27日、iPod Nano と共に販売を終了した。 他の iPod 同様にケースなどのほか、第1世代 iPod Shuffle を iPod Dock ネクタへ接続するためのアダプタや、第2世代 iPod Shuffle を USB 端子へ iPod Shuffle Dock なしに接続するためのアダプタが各社から販売されている。ありがとうございます。